猿スベりは、ミソはぎかの落葉中高木。別名は、百日光。和名猿スベりの語源は、猿も滑り落ちるほど樹皮が滑らかという例えから名付けられている。花が咲く期間が長いことから、百日光の別名もある。英語名クレープマートルは、銀梅花の花に似て、花弁がちりめんのように縮れていることから。中国では、東大長安の市備に多く植えられたため、 シビと呼ばれるが、比較的、長い間紅色の花が咲いていることから、サルスベリとも言う。チャンス賞助手し、湖北賞常用し、四川賞児三次師、台湾キールン氏などで、シゲとされている。ミャンマーのビルマ語では、パンイーと呼び、文字通りには、やわな花を表す。なお、ミャンマーにも、サルが滑る木という意味合いの名を持つミャウチョウという木が存在するが、これは、 柳科のビルマラーンスウッドやミソハギ科ではあるが、猿滑りとは別属のウッドファーディアフルータコサのことを指す。花言葉は、雄弁、愛嬌。落葉公葉樹のお高目。幹の肥大成長に伴って古い樹皮のコルク層が剥がれ落ち、新しいすべすべした感触の樹皮が表面に現れて更新していく。樹皮は淡褐色で、所々が剥げ落ちて白い。 葉は通常に大五星、大星になることもある。葉心は東蘭状大円形。夏季は七から九月。花は黄色、または白色で円錐花女になり、額は筒状で六列、花弁は六枚で縮れている。果実は丸い果てで、種子には翼がある。中国南部原産。日本へは江戸時代以前に渡来したと言われている。花が美しく、 大病性もあり、必要以上に大きくならないため、しばしば好んで、庭や公園などに植えられる。種子から栽培する、アスカという一、細物の賄生種もある。材は硬くて重い特性から、線路の枕木など土木用途で使用される、百日香とも呼ぶ。ありがとうございます。